よう、前ら。俺様だ。今日も太陽がボーボー燃えてますね。今日はね、2020年8月9日です。ここはね、札幌市の、南郷18丁目のところですね。18丁目の中尾です。南郷通りの中尾です。はい、ということで、今からね、ドライブします。でもエンジンをかけて嫌がらせが済んでるんで、出発を進行、那須の進行、ジバニャンの腹巻きはおしっこいろー、ということでね、行きまーす。南郷通りです。中尾の看板は地盤にあるんです。中尾で朝食を、ね、食べてました。あれですね、自動的に出るたびにエンジンをかける嫌がらせをする車みたいです。はい、セイコーマートはジャイアン色です。ヨシミヨってなんかシノミヨ地盤にあるんです。カレー餃子って書いてある。なんか松屋とかそんな感じのとこでしょ。聞いたことないですけど、ジャイアン、一番良いのかな、一番良いのかね。南郷通り20、北って消えてあります。ゲオがあります。おしっこいろ、ハイパーメディアショップって形態あります。ゲオっていうとね、岩倉市の岩間さんの家の近くにゲオの配送センターがありますよね。ストーカーって言ってましたね、岩間さんは。あれですよ、惹かれる直前のピアゴで気になる回で、ゲオから車が発車しますみたいなのってなんかストーカーとか言ってました。スジアタとかもなんかスジアタの車もね、あの道を通ったらしいです。ステーキミヤの看板はジャイアン色です。ビルコ会館です。ここから厚別区だそうです。おしっこ色の車、大麻ドライビングスクールって消えてあるんですけど、大麻ってなんか駅もありますけど、あれですね、大麻ですよね、普通に読んだら。大麻なんて読まないで、普通に知らない人が見たら大麻って読むよね。
広石区ですね。札幌市広石区です。ウィスパー色もしくは小松さん広石区とも言い換えられます。大谷地、この辺は大谷地っていうみたいですね。伊藤って書いてあります。ひらがなで、何の店だからわかんない、地盤屋で伊藤ってひらがなで書いてあります。右側にはラウンド1がありますね。ボーリングのピンはウィスパー色もしくはコマさん色です。ウィスパー色もしくはコマさん色石、うさこ保育園という名前の保育園があるらしい。岩間さんの家の近くにも幼稚園とか保育園とかありますよね。アウトレットの看板は地盤にあるのです。さっきから多分邪魔くせくるのばっかりで、この右折しようとする店にはしょうがないけど、はい、日本レンタカーのトラックです。地盤にあるのです。パイロもしくはコマさん色、石本通り住南です。カローラの看板はジャイアン色です。
カローラってなんでカローラって言うんだろうね。なんでってこともないけど。スキヤの看板はジバニャン色です。エネオスの看板は中央部分がジバニャン色で、周りはジャイアン色です。
コーマートがあります。北海道といえばセイコーマートですよね。セイコーマートの看板自体はジャイアン色ですけど、なんだろう、鳩のマークなのかな、ヨーカドーみたいな感じ。ヨーカドーとは多分関係ないと思うけど、なんか鳩みたいな鳥のマーク自体はウィスパー色もしくはコマサ色ですよね。
使館の看板がお仕事用で、なんかお兄さんの写真があります。北海道なのに静岡使館、今静岡さんでしょ、静岡の出身なんですか。仕様なんでこれポンコツだから。ほら、あの大浅右側って書いてあるけど、あれ大浅ってかどう見るタイマーだよね。タイマI will 700を、ね、思い出しますよね。
パーってなんかちょっと似てる。ウィスパー様でガードじゃないですけど、あ、なんか左手にある、ね、なんか柱がジバニア色とウィスパー色もしかもマサイのコラボレーションですね。なぎ山っていうのかな、前の山は手稲さんかな、違うかな、わかんないけど、
なんかいい名前ですよね。丁寧までいいですよね。丁寧温泉ほのかがあるとこですね。あれから金一区間は終わった感じですかね。それではさようなら。ボーボー。